Hey guys! 白騎士ゲームズのシロです。同じく友達のシャドウテイクです。どうも、コガネンです。で、もう一人は東宝やってるパッツァン。はい、パッツァン、さっきピースしたさっき、本当は動画これ2回目なんですけどシャドウテイクがさ、ね、いろいろ事故ったんだよね。事故ったっつうか、パッツァンの本名言っちゃったもんで、ね、ボツ動画になった。もう一回ちょっとダメだね。起きたけど、どうしたどうしたどうした、フランクリンどうした。まあ、さっきの説明をすると俺データ広めようとしてて、間違えてグラセフのデータを消して武器が消えたっていうところと、チートで武器を増やしたよってところと、今の BGM はセカセカヒロアカねっていうことを説明したんですけど、それが全てパッ、そう、俺の一言で全部パーになりました。ダメだね、ほんと。今日は自己紹介かつですけど、自己紹介と、ね、このゲーム実況もしたいんですけど、ね、自己紹介、まあ、さっきもう名前言っちゃったから正直もう何を紹介すればいいのかわかんない。まあまあ、今やってるゲームはなんだっけ。グラセフ5だよね。ね、暴走っていう題名でいくんですけど。暴走第1回がそれ自己紹介の方がよくない。だって俺たちグレセミで暴走しかできないだろう。ミッションねえんだから。ちょ、やばい、フランクリーがぐるぐる周りの車に引かれて、えあーってなってる。誰いいんだよ、あれ。そうやろ。ちょ、今、ちょ、後ろ見て後ろ見てほしいんだけど、なんかさ、ほら、なんか変な人おる、この前。そのさ、緑のそのチェックじゃないわ。じゃあ右もうちょい、もうちょい、もっと右、これ一通貨ビルなんですけど。あ、ちょ、俺さっき人いたんやけどね。ちょっと、あいつがさ、ずっと ATM ずっと早速暴走しちゃったんですけど、ちょ、後ろ誰かおるよ。無敵シートつけてる、大丈夫。いや、大丈夫とかじゃない。自己紹介つ、まあ、知りたいことがあればコメント欄だね。知りたいことがあればコメント欄で聞いてください。そして次の動画でなんかね、答えてこう、答えますリクエストとかあればいいし、資金に資金有限なんで、正直このゲームやってくださいって言われても多分時間かかります。持ってないなとか、時間もねあれだし、あとこれ PS4 だから元使えないよね。うん、使えない。そうなんだよ、そこが難点なんだけど、このゲームやってくださいって言われたら多分1ヶ月後でやってる。理由はその時にお小遣い来るから。まあ、そうだ、さっきの動画もさっき言ってたんですけど、このシャローテイクと白騎士ゲームズの白騎士、うん、2人とも赤点取っちゃった。で、コガネは85点でパッツさんが100点っていう最高点を引き出した。すごいよね、100点はすごいよね。いやでもね、世界史ね、ね、あと平均が 0.2 点上がれば赤点になるよ。そうそう、あのだから他のクラスの平均が分かんない。7クラスの平均が、57.6 ぐらいで、目を覚ますで、赤点のラインが 58.8 ぐらいです。実はですね、28.8 ぐらい。お前ら俺の話聞け。自分が話してる。実はですね、お前は黙って東宝やっとるよ。東宝やっちゃったよ。赤点を取った強化ですね、ここなんですよ。だけど英語はね、94点だったじゃん。今ちなみにプレイしてるのは白騎士だね。白騎士がプレイしてます。白騎士はゲーム上手いもんね。ゲーム上手いよ。バイクマスターって言われてる。お前自称でしょそれ。じゃあその名前にかけて俺はバイクに乗って。お前さ、バイクのチート忘れました。バイクさ、壊れることね、こんなことだっても。バイクマスターを期待しろ。バイクマスターの能力にバイクが追いつかないよ。バイク行きます。バイク爆発。バイクは爆発して、お前がさ、チートやってる途中に手榴弾投げたやん。それやで。あれ、ビーチ行く？デルペロビーチ。やばい。山か。
でもだいぶやり込まれたゲームだよね GTA5 も。俺たちだってあの YouTube で動画出す前はずっとやってたよ。マイクラもね結構やってたけど、こっちの方おーい、マイクラもやるかもしれないね。あのやるあのシャ多分やるとしたら俺とシャドウテイクだけですよ。なん理由はリモコンが2つしかないからのと、あとはあのもう一人コガネンがあのクリエイティブしか遊ばない、あだ名がクリエイティブ野郎っていう、クリエイティブしか遊ばないからクリエイティブ野郎。これあのタイヤパンクしたんですけど、ヒカルさんじゃん、チート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 、頑張って黒火落ちしてるから自然の説に逆走すんのよ。ちょっと待って動かすな。何見えない、何が見たの。あと10秒しかないよ。じゃあミディキーと切れてもう一回戦車を折り交代してシャドウテイクに交代して、ナイス。お前やばいけ、いいよ乗った。正直俺シャドウテイクに期待してないんで。俺マジ上手いから。あのシャドウテイクそこじゃ出ないから弱いんで。弱くねえよ、ちょっとあれだよ、ちょっと弱いだけだし、開始10秒で死ぬ確率もあるし、まあ、わかんないですけど、まあ、頑張っていきましょうね。正直俺期待しないんだけど、皆さんは皆さんどっちに応援します？やっぱここうまい、いやいやうまいかどうか、うまい白騎士でしょね、でしょね。おいパッツァン笑ってんじゃねえぞ。はいパッツァン死んだぜ。まあ、いややばい、俺たちチートが出ねえ。俺たちこんなに述べてるけど正直述べることがないから。おいいっぱいおる。やばいこれ、これもうダメやお前。はい、あのね正直今コガネンと交代したいんですよ。だけど交代 しない理由は、いやいや俺もう半分縛りやるわ、半分縛り。コガネン暴走しないですね。コガネン無敵チートつけたまんまドライビング主演ね。主演うるせえ。ドライビング主演ね、うるせえ。でまあやばい、あのずっとね俺バザードヘリ出そうとしてんだけど出ねえ。だって平べったいところじゃないとダメなの。お前山登ってて行ってるから絶対無理だよ。あれ出たー、絶対爆発する。愛するバザードヘリちゃん、何だかな、こっちは爆発する感じなんだ。はい音楽変えまーす、ドアカからはい、両極です。シンゴジラデータビーム、シンゴジラ面白い。 Right now! 今なんていうの、ロボチャマ向けたこんな感じです。このチャンネルは実況だけじゃないんで、ゲームのじゃあパッツさんからの提案でバンドもやりたいってことなんで、やるの、ユコケみたいな感じだ。あお前中3行ってる、中3じゃーい、まあだいぶ前やね。あの言われたんですけど、その動画も出すつもりですし、ね、俺からの提案でお酒も出すかもしれない。ちょっとまあそれもあるし、まああとは何でしょうね、この辺ですかね、やるのはそこら辺。もし希望ならば頑張って、俺が頑張って直撃の用意を見せましょう。頑張って弁当だけは作れない。俺料理オムライスとなっちゃってローストポークしか作れない。
その2つしか使えない、作れないから、 あんま期待しないでね。いつの間にかゲーム実況動画からおたげとか YouTube とか、あの俺たちがやっとが料理作ってるの俺ら、何してお前らは来るな。ゲストやお前らは来るな。お前らは来るな。しかもね、俺が一番気になるの、僕ハーフなんですよ。で、アメリカに5年間住んでたんですけど、日本で VIP っていうじゃないですか。 VIP? そう、 VIP っていうんですよ。そして母さんに VIP っていうと、またバカじゃないですか。だから、はい、開始多分50秒ぐらいでこいつバザード2つ破壊してます。いやだから俺は期待しないんだ、わかるか俺の気持ちを。城の白と黒の違いが分かるよね。白はうまいってことで黒は下手って言ってた。それ全国の白とか言うのは謝った方がいいと思う。多分ワンちゃんだけだと思うよ、白。うっさ、何よ、ワンちゃんだけだと思うよ、白。黒は多分ワンちゃんだけだ。めっちゃあの弾幕残って、アクションブレードとかも全然あるよね。ああ、そうっすね。お前になんで俺なんかお前に警告使ってんの。グラセフもやるね。あのグラセフもやるんですけど、ですけどグラセフもやるけど、アサシンクリードオリジンもやるつもりなんで、あの新しいオデッシーっていうアサシンクリードが出るんですけど、アメリカでしかまだ出てないですね。日本に出てくるのまだ遅いから、夏休みで俺がどっか遊びに行った時に、実はですね、日本のプレステ4は外国のゲーム対応できるんですね。だから俺のゲーム大半は、あの去年行ってきたフィリピンのゲームなんです。お前からゲーム借りるとか、いつも英語だからさ、あの、なんて言うの、だって英語の方がいいもん。俺らの何この黒い塊、辞書で調べたら炭素でしたわ。でさ、聞いてくださいよ、皆さん、 PSP 高いてくれないんですよ、テイクさん。事情によりね。またなぜこんなにもする。まあ多分あんま気にしてないけど、俺がやりたいグリザイアクの果実っていうエロゲーやりたいのにできないね。買ったよ、 PS ビータが使えねえんだよ。双方交代しろ。俺がルリティックやってやるから。ルリティック、ルナティック、ルナティック、ルナティック、もうそこから間違いルナティック、ルナティック。当たらないっていうか、ただ朝が下手だけ。もうダメだね、これすぐダメになっちゃう。やっぱ操作してる人がダメだとね。ちょ、マジそれは、その言い方は本当にないと思う。俺もバイクマスター。麻薬マスター。麻薬じゃねえよ、バイク。はい。間違ってるし。ダメだ。もう俺ワンオク行く。ワンオク。なんで出ない。なんでバイクが出ない。R1 ってこっちだよな。ワンオク探してる。テイク。足が痛いんですけど、尻が重いんですけど、はい、もうそれ以上俺を取らせてもあれやで、知らん。ワンオクに行かなかった。
しかもこれ俺音楽全部 YouTube から見つけてるから間があるんだよね。